2016年4月19日火曜日、ユングフラウヨーホヨーロッパの頂上へ、そしてアイガーグレッチャー駅よりアイガートレイルをハイキング。午前6時2分、汗焼けのアイガーです。直限2521メートル。午前8の中堅です。8時30分ホテルを出発、グリンデルバルト駅へ徒歩で。グリンデルバルト駅前広場です。登山電車でグリンデルバルトよりトップオブユーロップ、ヨーロッパの頂上ユングラフヨッホへ。左側にベンゲルンアルプ鉄道、右側にベルナーオーバラント鉄道。左側のベンゲルンアルプ鉄道でクライネシャイレックへ。8時47分発のクライネシャイデック行きに乗車。クライネシャイデック行きは始発が7時17分、終電が18時47分、その間30分おきに毎時17分と47分。グリンデルバルト駅より登山電車を乗り継ぎ、ユングフラウヨッホへ。8時50分、グルント着。電車はグルントでスイッチバック。スイッチバックした線路を左手にアイガーの裾野へ進みます。新築の牛小屋のようですね。カウベルがたくさん見えます。電車はアイガーの裾野を左に巻くように走ります。9時24分ユングフラウが見えました。9時25分クライネシャイデック駅着。9時30分クライネシャイデック駅です。駅名はドイツ語で小さな峠の意味です。10時発のユングフラウヨッホ駅まで乗り継ぎ時間30分余り。クライネシャイデック駅構内を散策しました。駅北側にはアメリカインディアンの家に似たテントがあります。ベルナーアルプスの名峰ユングフラウ三山、アイガー、メンヒ、ユングフラウです。ユングフラウヨッホが見えました。ちなみにヨッホとはドイツ語で肩を意味します。ユングフラウの肩という意味ですね。ユングフラウ4158メートル、初登頂は1811年8月3日、200数年前ですね。ユングフラウの隣に白く輝く銀岳、シルバーホルン、
3695メートル、駅の南側に来ました。ユングフラウヨッホ、ユングフラウ、シルバーホルン。南西方向からラウターブルネン発の列車が来ました。ユングフラウヨッホ行きは始発8時、終電17時30分。その間30分おきに毎正時と30分にユングフラウ鉄道に乗り換え、クライネシャイデック、アイガーグレッチャー、そしてユングフラウヨッホへ。ユングフラウ鉄道は今から120年前、1896年に建設が開始、1898年にクライネシャイデック、アイガーグレッチャー間が部分開通。アイガーグレッチャー着、グレッチャーとは氷河、アイガー氷河駅ですね。1912年に16年の難工事の末、アイガーと名碑をぶち抜くトンネルが完成。ユングフラウヨッホまでの全線が開通。駅を過ぎるとすぐにアイガーと名碑を貫くトンネルを登っていきます。ユングフラウヨッホまで40分ほど、アルプスの名峰アイガーと名碑を貫くトンネルを登ります。全長 9.3 キロ、シュートループ式のラックレールを用いたラック式鉄道で、最大勾配は250パーミル、1キロ進むと250メートル登ります。日本で最も急な勾配がある区間、信越本線。シアタールームがあります。11時5分、ユングフラウ鉄道100周年記念事業の一つ、 3D シアタールーム。360度パノラマシアターで迫りくるようなアルプスの 3D 映像。エレベーターでスフィンクス展望台へ。
ユングフラウヨッホ、トップオブヨーロッパの看板の前で記念撮影。標高3571メートル。スフィンクス展望台、標高3573メートルです。11時8分、目の前に綿碑の頂上4107メートル。初登頂は160年前、1857年8月15日のことでした。綿碑はドイツ語で修道士を意味します。ユングフラウヨッホはスイスが誇る展望台の一つ。知名度、人気ともにナンバーワンなのがこのユングフラウヨッホ。南東方向、世界遺産にも登録されたアレッチュ氷河。アレッチュ氷河はヨーロッパ最長の氷河、長さは23キロ。3本の氷河が合流して幾何学模様を描いています。レポティーネ山の先はイタリア、160キロでミラノです。エッギスホルンとレポティーニ山の山あいには、昨日通ったベルナーアルプスのど真ん中を東西に走る19号線。アレッチュ氷河の下流はなんとローヌ川の支流、その先はレマン湖です。北西方向にウェンゲンアルプ鉄道が見えます。クライネシャイデック駅です。480ミリ相当の望遠レンズで撮影。乗ってきたユングフラウ鉄道です。アイスパレスへ、アルパインセンセーションの終点に入り口。ユングフラウ鉄道開通100周年記念事業の一つ、アルパインセンセーション。エーデルワイスのレリーフが壁を飾る。100周年記念事業の一つ、ムービングウォーク、動く歩道です。壁や写真でユングフラウ鉄道とユングフラウ地方の歴史と魅力を紹介しています。およそ70年前、1946年当時のユングフラウヨッホ。アイスパレス入り口、11時28分、アイスパレスです。
アレッチ氷河の下、約30メートルのところに掘って作られた氷の宮殿です。室温は常にマイナス2度、しっかりとした防寒着が必要です。宮殿内は全て氷でできており、滑りやすいです。こんなところにもトップオブヨーロッパ。ここはアレッチ氷河の源流域で、アイスキャップの中です。万年雪が重みで圧縮され、数千年の時を経て厚い氷の塊となったものです。氷の模様はその時代の気候変動を映しています。食後、野外のプラトーへ。12時39分、プラトー。プラトーからのアレッチ氷河。12時58分、ユングフラウ鉄道で来た道を戻ります。ユングフラウ鉄道でアイガーグレッチャー駅へ。
アイガーウォークのハイキング、距離 2.4キロ、標高差259メートルを1時間30分で。13時43分、アイガー氷河駅です。アイガー氷河、メンヒ。メンヒ、アイガー氷河、ユングフラウ、シルバーホルン。花の谷ミューレンが見えます。回転レストランピッツグロリアシュルトホルン展望台です。ピッツロリアは映画女王陛下の007のセットとして作られた回転レストランです。シュルトホルン山頂の回転レストランピッツロリア。13時58分、ユングフラウ三山とお花畑のハイキングスタート。ハイガー西壁です。駅の標高は2320メートル、富士山の6合目あたりです。ユングフラウ鉄道100周年で整備されたコースです。我々はアイガーウルトラトレイルへ。アイガーウルトラトレイルです。毎年7月催されるアイガーウルトラトレイル101キロ走のコースです。シルバーホルン銀岳3695メートル。林道です。整備されたアイガーウォークではなく横道を歩いています。たくさんの花たちに会うためです。白山一芸です。金峰外科のグローブフラワー、花は半開き状態で完全には開きません。
金峰外科の沖縄草です。整備されたコースに合流。春林道です。深い谷ラーターブルネン谷の向こうにミューレンが見えます。ベルナー・オーバーラントの最西端の山村です。公道は通じていません。唯一の交通手段はケーブルカーです。ここから見えるユングフラウ山山の夕焼けは最高だそうです。ミューレンのお花畑とユングフラウ山山、アイガー、メンヒ、ユングフラウ三名山のパロノマとお花畑のハイキングコースです。メンヒ、ユングフラウ、シルバーホルン、14時44分、クライネシャイデック駅が見えました。アイガーウォークの投票です。14時55分、ファルボーデン湖。日本人家族4人、赤ちゃんと子供を連れてハイキングです。15時6分、ユングフラウ鉄道とユングフラウ。ファルボーデン湖北側の景色です。谷の集落はグリンデルバルト。手前からアイガー、メッテンベルグ、ベーターホルン。子供たちが水遊び。ジージが写真撮影をしています。ファルボーデン湖、冬のスキーシーズンに人工雪を作るための貯水湖だそうです。アイガー北壁、メンヒ、ユングフラウ、ファルボーデン湖の標高は2172メートル。
湖畔の教会に似た建物にはアイガーと畔のルートが展示されています。西に美しい U字渓谷で有名なラウターブルネンダリ。ラウターブルネンダリの上には花の谷ミューレン。ミューレンの情報にシュルトホルン2970メートル、明日観光の予定です。シュルトホルンは1969年に公開された007映画シリーズ第6作女王陛下の007のロケ地、その時セットとして作られた回転展望レストランピッツグロリア。山頂からはユングフラウ三山、アイガー、メンヒ、ユングフラウ、そして200を超えるアルプスの峰々の大パノマラが広がります。15時42分、前方にハイキングの目的地、クライネシャイデック駅。左側にはラウターブルネンの谷とミューレン。振り返るとユングフラウヨッホのスフィンクス展望台、480ミリ相当の望遠レンズで撮影。同じくシルバーホルン銀岳です。右側にはグインデルバルトの谷、オキナグサの群生です。16時3分、クライネシャイデック駅着。通ってきたハイキングの道です。アイガー北壁、メンヒ。グリンデルバルト駅は始発8時3分、終電19時33分。その間30分おきに3分と33分。クライネシャイデック駅より登山電車でグリンデルバルトへ。16時33分、グリンデルバルト駅に乗車。17時1分、新築の牛舎でしょうか。カウベルの展示でしょうか。17時6分、車窓にはスイス特有の切り妻屋根の家並み。17時7分、スイッチバックする線路が見えました。17時19分、グリンデルバルト駅バス停です。グリンデルバルトのメインストリートをホテルに。17時31分、サンスターアルパインホテルに帰着。
19時26分、食後のひとときをテラスで。20時56分、夕日に染まる愛が東壁です。出現も赤く染まっています。21時4分、21時13分、21時17分、おやすみ愛川くん、また明日ね。